あざとくて何が悪いの？アンケートと事前打ち合わせで道枝駿佑と目黒蓮がキュンとくるあざとい女性を徹底取材。まずは道枝駿佑がキュンとしてしまうが綺麗なな、あざとい女性。一回席外してくれじゃん。あーって言っとこうかな。ドラマ撮影の休憩時間、控室に向かった道枝。出演者控室、ここか。あ、すみません。女の子いた。そこには休憩中の先輩女性が待機中。なんだミッチーか、いきなりびっくりさせないでよ。ミッチー、ごめんなさい。ミッチー、誰もいないと思ってて。本当すみません。あ、結構初級編でキュンキュンするのね。免疫がなさすぎる。芝居僕ちょろいんでめちゃくちゃ。ミッチーって言われたらあのキュンとするんですって出てコンマ数秒から田中さんがミッチーって呼んだ。すごいドキッとして早速呼んでくれたと思ってすごい嬉しくなったんですよ。すごいっすね、あの反射速度。うん、でも部屋に入るときは一回ノックしてからじゃないとダメ。着替え中だったらどうすんの。確かに、もう二度としないように気をつけます。ちょっと注意されたんだね。自分が間違ったことをしたときにちゃんとダメと言ってくれる常識がある人にキュンとしてしまいます。ベルーがお弁当を食べようとしてたからびっくりしちゃった。全然気にしないで食べてください。あ、お茶いりますか。お、優しい。あら、気遣い優しいね。いやいや、お詫びにかかります。ありがとう。大丈夫。すごい単純なんですけど。いや、まあ、分かりやすいね。あ、そうなんですね。いただきます。食べ方が綺麗な人やお礼や挨拶がきちっとできる人にキュンとしてしまいます。あ、道枝くんこんなこと言うのもあれだけど、道枝くんの V の時レン君めちゃくちゃバット押してたからね。え、あれ、いや、すごい目で見てたのずっと。何ですか、どの辺。俺もうあの目万引き G 目の目だから。いや、ちょっとその本当心配になっちゃったんですよね。こういう本当危ないなと思いました。あ、まあそうですね。ほぼお母さんみたいな感じですよね。あの、申し訳ないですけど、ね、自分が間違ったことをした時にちゃんと叱ってくれて、うん、礼儀正しくって、うん、上品な、なんていうんですか、うん、女の子らしい感じの方が僕はその好みというか、うん、そのあんまり経験がないので僕も、